レッドウッド国立州立公園はアメリカ合衆国カリフォルニア州北部の宴会にあるいくつかの州立公園と国立公園が合わさって成立している。レッドウッド国立公園とカリフォルニア州のデルノルト、コースト州立公園、ゼデラヤスミス州立公園、およびプレイディークリークレットウッド州立公園で構成されており、13万9000ウェーカーの総面積を有し、 原生温帯雨林を特徴としている。テルノルト群からハンボルト群内にまたがって一致する、これら4つの公園を合わせると、宴会に残存する、レッドウッド原生林の45%が保護されることになり、その総面積は少なくとも38,982エーカーに及ぶ。これらの樹木は地球上で最も高く、最も古い木の一つであり、 地球上で最も巨大な樹種の一つである。レッドウッドの森林以外にも、東港園はその地域固有の植物省や動物省、大草原、文化的資源、河川やその他の小川の流域部分37マイルに及ぶ原始時代の海岸線などが保存されている。1850年にはカリフォルニア州の海岸の200万エーカー以上の土地をレッドウッドの原生林が覆っていた。 この地域の北部にはもともとアメリカ原住民が住んでいたが材木商人や小規模なゴールドラッシュで多くの均衡夫になった人たちが集まってきた。金鉱を掘り当てて豊かになることができず失敗したこれらの人々はサンフランシスコや西海岸の他の場所で急成長していた開発のために巨木の伐採に目をつけた。何十年にもわたって無制限な開発が行われたので その保護のために真剣な取り組みが始まった。1920年代までには、1918年に設立されたレッドウッド保全同盟の活動により、プレーリークリーク、デルノルトコースとゼデダイアスミスレッドウッド州立公園などが指定された。レッドウッド国立公園は1968年に指定されたが、その頃にはレッドウッドにもともと存在した。 県政林の90%近くが伐採されていた。国立公園サービス局とカリフォルニア州公園、レクリエーション局は、1994年に森林管理の協力体制と森林や流域の安定化を図ることを目的として、レッドウッド国立公園とそれに隣接する3つのレッドウッド州立公園を1つの公園として統合した。当公園の生態系においては、 奇水域に生息する、ハゼ、マスノスケ、北マダラフクロウ、トドなどの絶滅の危機に瀕している動物種を数多く保護している。公園に見られる希少な生態系と文化的歴史が認められた結果、国際連合は1980年9月5日に、世界遺産に、1983年6月30日には、カリフォルニア沿岸山脈国際生物圏保護区の一部に、 指定した復元されたアメリカ原住民の一つ、ユロック族が作ったイタバリコやユロック族、トロワ族、カック族、チルラ族、ビヨット族などの現代のアメリカ原住民のグループは、すべてこの地域と歴史的なつながりを持っており、いくつかのアメリカ原住民のグループは、現在もこの公園エリア内に住んでいる。考古学的研究によると、 彼らがこの地域に到着したのは3000年前にも遡る。1852年の国勢調査では、ユロック族が最も多く、55の村と推定人口が2500人であったことが判明している。彼らは、豊富にあるレッドウッドがまっすぐな決めをしているので、厚板を簡単にこしらえ、船や家、小さな村の建築材料として使用していた。 建物では、狭い溝の中に板を並べて建て、上部を革製の紐で縛り、屋根の梁に切り込みを入れて固定していた。レッドウッドの板は、緩い傾斜の屋根を作るために使用されていた。1860年代まで、チリュラ族は、レッドウッドクリーク渓谷の中流域で、レッドウッドの木々と密接に共存していた。ハルドヒルズのレッドウッドクリーク沿いから、 カリフォルニア州マイナークリークに至る地域で主に定住していたチリュラ族の2つの村跡は現代の公園の境界内に位置している。先住民族とレッドウッドのつながりは単なる物理的な関係だけではない。研究者のゲール・エル・ジェンナーは、レッドウッドは彼らの物質的な文化の多くの源であったが、彼らの生活は単なる木材以上のものであったし、今もそうである。 彼らの生活は、まさに木の持つ特性と構造物に囲まれていたのである。と述べた。1976年に、チルラ部族の長老で、宗教指導者でもあるミニー・リーブスは、チルラ族は、レッドウッドの木の中の人々であると指摘した。リーブスがさらに述べたところによれば、木は、愛の証として、創造主からの贈り物であるということ、つまり、これらの木々を破壊すれば、 創造主の愛を破壊することになる。そして、もし創造主が愛しているものを破壊すれば、最終的には人類を滅ぼすことになると指摘した。ユロック民族にとって、木は神聖な生き物であり、神聖な場所の上に守護者として立っているのである。先住民の人々は、レッドウッドの木で作られた伝統的な家も生き物と考えている。それというのは、 エドウィン・シー・ベアースによると、その板を形成している、レッドウッドは、それ自体が精霊を宿すうちの一つの実態であったという。彼の言葉を借りれば、レッドウッドという地域に人間よりも先に存在し、そこでの正しい生き方を人々に教えた神の種族であると考えられていた。1828年のゼデダイア・スミスによる探検以前には、 ヨーロッパ系の探検家の中で沿岸から離れた内陸部を徹底的に調査した人は誰もいなかった。1850年にトリニティリバー沿いで金が発見されたことでカリフォルニアでは小規模な第二次ゴールドラッシュが起こった。これによりこの地域に交付が集まり多くの交付は金持ちになり損ねた後も沿岸地方に残った。これはすぐさま紛争を引き起こし、 この地域にいた、原住民は、強制的に追い出されたり虐殺されたりしない限り、大きな負担を強いられることになった。1895年までには、村々のうちのある一グループのユロック族の3分の1しか残っていなかった。また19、1919年までには事実上、チルラ族のメンバーは全員死亡するか、他の部族に同化されていた。 甲府たちは建築用にレッドウッドを伐採したが、この小規模なゴールドラッシュが終わると、一部の甲府たちは、再び伐採に転じ、巨大なレッドウッドの木々を伐採した。当初、カリフォルニア州とオレゴン州南西海岸地方の200万エーカー以上がレッドウッドの原生林であったが、1910年までに大規模な伐採が行われたため、自然保護活動家や懸念する市民は、 驚くべき、早さで伐採されているのを目の当たりにして、残っている樹木を保護する方法を模索し始めた。1911年には、カリフォルニア州の会議員ジョンイーレーカーが、レッドウッド国立公園を創設するための法案を提出した、最初の政治家となった。しかし、その時点では合衆国議会はそれ以上の行動を取らなかった。コーストレットウッドとも呼ばれる、 カリフォルニアのレッドウッドは地上で最も高くなる樹種。カリフォルニア州のレッドウッドを保護しようとする動きは、ブーンクロケットクラブの最も実質的な保護貢献の一つと考えられている。セーブ・ザ・レッドウッドリーグは1918年に、ブーンクロケットクラブのメンバーであるマディソン・グラント、ジョン・シー・メディアム、ヘンリー・フェアフィールド・オズボーン、そして後のメンバーである、 フレデリック・ラッセルバーナムによって設立された。最初に土地を購入したのは、クラブメンバーのスティーブン・メイザーとウィリアム・ケントであった。1921年、ブーンクロケット・クラブのメンバーである、ジョン・シー・フィリップスは土地を購入して、ハンボルト・レッドウッド州立公園内に、レーナル・ボリング記念林を作るために3万2000ドルを寄付した。これは、間もなく、 レッドウッドの木へのアクセスがほぼ自由となる、合衆国国道第101号が建設中であった、ため、時期を得たものであった。最初は、ハンボルト軍から、後に、カリフォルニア州から提供された同額の資金を使って、セーブザ・レッドウッドリーグは1920年代に、レッドウッドの林が集中したり複数ある地域、および少数の森林全体を保護することに成功した。 カリフォルニア州が州立公園制度を創設した1927年から保護されたレッドウッド地域のうち3つがそれぞれプレーリークリークレッドウッド、デルノルトコーストレッドウッド、ジェデダヤスミスレッドウッド州立公園となった。4つ目はハンボルトレッドウッド州立公園となり、個々のレッドウッド州立公園の中では最大のものとなったが、 レッドウッド国立公園修立公園システムには含まれていない。第二次世界大戦中の木材需要の高まりと1950年代の建設ラッシュのため国立公園の指定が遅れた。セーブ・ザ・レッドウッズ・リーグ、シエラ・クラブ、ナショナル・ジオグラフィック・ソサエティによる国立公園の創設に向けた取り組みは1960年代初頭に始まった。 合衆国議会への激しいロビー活動の後、レッドウッド国立公園創設法案は1968年10月2日に、リンドン・ジョンソン大統領によって署名された。セーブ・ザ・レッドウッズリーグや、その他の団体が10万エーカー以上の土地を購入し、既存の州立公園に加えられた。地元の環境保護主義者の支持と地元の伐採者や、伐採会社の反対の両方がある中、 1978年に、レッドウッド国立公園の大規模な拡張が行われ、4万8000エーカーが追加された。しかし、その土地のうちで、原生林は五分の一に過ぎず、残りは伐採されていた。この拡大によって、レッドウッドクリークに沿った流域は、公園外での伐採作業による悪影響を受けないように保護された。これらの連邦公園と州立公園は、 1994年に管理上統合された。1980年9月5日、国際連合はレッドウッド国立州立公園を世界遺産に指定した。評価委員会は4500年に及ぶ50の戦士時代の考古学的遺跡を指摘した。委員会はまた、フンボルト州立大学の研究者などによる公園内での現在進行中の研究についても、 言及している。この公園は1983年6月30日にカリフォルニアコースとレーンジズ国際生物圏保護区に指定されたより大きな地域の一部となっている。このカリフォルニアコースとレーンジズ生物圏はカリフォルニア大学自然保護システムによって管理されている。レッドウッド国立州立公園の地図、レッドウッド国立公園の本部は カリフォルニア州、クレセントシティにあり、そのサービスオフィスはカリフォルニア州ある方に、オペレーションセンターはカリフォルニア州オリックにある。しかし、資金不足のために大規模な改善を実施することができず、材木会社は伐採された多くの地域に自生種以外の種類の木を植林した。砂丘や沿岸の草原を含む沿岸地域一帯は、 1980年代まで森林火災を抑制しようとしたことも一因で外来種に侵されてきた。現在、防災計画では公園を本来の状態に戻すための一つの方法として管理されたの焼きが許可されている。レッドウッドの伐採は入山がしやすいかどうかに基づいて行われてきたので、近寄ることができない場所は最後に伐採されるため、 原生林の巨木の多くは互いに切り離されることになって、時には何マイルも離れた場所にあることがある。このような事情があるので、生態系の修復にいくらお金をかけようとしても、原生林の状態に戻るまでには何十年もかかると考えられる。公園では、伐採してこしらえた、いくつかの道路を風光明媚な行動に作り変えた。これらの道路は、現在の安全基準を満たしていないが、 現在のところこれを改善するための資金がない。ビジターセンターや職員用住宅などの公園内の構造物も増加する需要に対応するための公開が必要となっている。公園の従業員は大気と水質の調査、絶滅危惧種や絶滅危険種とされるものの監視を行い、米国土地管理局による管理のもとに置かれているカリフォルニア州沿岸国立モニュメントと密接に、 協力関係にある。2005年には公園はさらに2万5000エーカーを拡大し、ミルクリーク流域を含めることが許可された。レッドウッド国立州立公園は北部カリフォルニア沿岸の森林生態系の中で最も重要な保護地域の一つを形成している。レッドウッドの原生林はかつてカリフォルニア州北部の沿岸地帯にある200万エーカー近くを 覆っていたと推定されている。レッドウッドの原生林の96%が伐採され、残っているレッドウッドのほぼ半分がレッドウッド国立州立公園に生息している。この公園では38,982エーカーの原生林が保護されており、連邦政府分の19,640エーカーと州政府分の19,342エーカーとに、 ほぼ均等に分割して管理されている。レッドウッドは少なくとも2000万年前からカリフォルニア州北部の沿岸地方に存在し、1億6000万年前に存在した樹種と関連がある。コーストレッドウッドの原生地域はカリフォルニア州北部の沿岸からオレゴン州南部の沿岸までである。カリフォルニア州中央部のジャイアントセコイアとは禁煙種で中国の視線。 湖北地域に自生しているドーンレッドウッドとは当園である。コーストレッドウッドは最も高くなる樹木である。2006年9月現在、園内で最も高い木はハイペリオンで379.1フィート、ついでヘリオスとイカロスがそれぞれ376.3フィート、371.2フィートとなっている。セコイア2006年9月以前に知られていた。 最も高い現存の標本機は、ハンボルトレッドウッド州立公園の外域にあった、ストラトスフィアジャイアントで、2004年には370フィートであった。また、長年にわたり、プレイリークリークレッドウッド州立公園にある、トールツリートタンに名付けられた一つの標本は367.8フィートと、測定されていたが、この木の上部10フィートの部分は1990年代に、 故死したと報告された。1991年に倒れた。ある木は372.04フィートと報告された。ジャイアントセコイアだけがそれ以上の質量を持っている。体積で最大のレッドウッドは、ジェベダイアスミスレッドウッド州立公園にある42,500立方フィートのロストモナークである。成熟したコーストレッドウッドは、平均500年から700年生存し、 中には2000歳になると記録されているものもあって、地球上で最も長寿の生物の一つとされている。レッドウッドは、厚い保護樹皮と高い単人含有量により、病気には非常に強い体性がある。そしてこの木は、風当たりの弱い斜面、やや内陸部、河川や小川などの水源地の近くを好む。レッドウッドの木は、深い有機質土壌を捕まえる巨大な太枝を発達させ、 その枝の上に成長する樹木のように太い幹を支えることができる。これは通常150フィート以上の大きさで見られる。複数の科学者は最近、通常は臨床に生育する植物が、こうした深い有機質土壌でも生育していることを発見した。この土壌は無脊椎動物、軟体動物、ミミズ、山椒魚などの生息地となっている。 干抜の季節には、小鶴の一部は枯れてしまうが、木自体が完全に枯れるわけではない。その代わりに、レッドウッドの木は、他の枝から新しい幹を再生するメカニズムを発達させた。これらの二次的な幹は、再生と呼ばれ、その基部に堆積した土壌の中で、根茎を発達させている。これにより、水を樹木の最も高い部分まで運ぶことができる。 沿岸に発生する霧も、また樹木が年間に必要とする水の最大で3分の1ほどを供給している。森の中でよく見かけるもう一つの大木はコーストダグラスモミで、その高さは300フィート以上にもなると言われている。首都カトウヒは海岸沿いに多く生息しており、他の樹種よりも塩分の多い空気に適している。常緑紅葉樹のタ単ークは、 近縁のコナラ族のどんぐりに似た実をつける。単多くも多くもブナカに属している。公園内には、パシフィックマドローネイア広破ハ海で、カリフォルニアローレル、赤ハンノキなどの樹木も広く分布している。ハックルベリー、ブラックベリー、サーモンベリーは、森林の仮想植生の一部であり、多くの動物種に食料を提供している。カリフォルニアシャクナゲとアザレアは、公園内、 特に原生林でよく見かける低木の下木である。ソードシダなどの植物は特に豊かな水源がある場所に多数存在する。プレデリークリークレットウッド州立公園内にはファーンキャニオンという深さ30から50フィートの有名な渓谷があって、その壁面は完全にシダで覆われている。北マダラフクロウはこの公園に生息する絶滅危惧種。 RNSP の生態系は多くの気象動物種を保護している。数多くの生態系が存在し、公園内には海岸、河川、草原、密林地帯などがすべて存在する。太平洋沿岸に生息するヒスイシラウオはアメリカ合衆国の絶滅危惧種に指定されている。白頭和紙は通常水源地の近くに映像しており、 カリフォルニア州の絶滅危惧種に指定されている。チヌークサーモン、北マダラフクロウ、トドア、絶滅の危機に瀕している、その他の動物種のうちのいくつかである。40種以上の哺乳類が記録されており、その中にはアメリカクロクマ、コヨーテ、北アメリカクーガー、ボブキャット、アメリカビーバー、カワウソ、クロウジカ、ヘラジカなどが含まれている。海岸線に沿って、 カリフォルニアアシカ、トド、アザラシが海岸近くや海岸の沖合にある海食柱や小島を形作る岩場の路頭に生息している。時にはイルカやコククジラが沖合で見られることもある。ルーズベルトヘラジカは公園内の大型哺乳類の中で最も容易に観察される動物である。この地域で絶滅の危機に瀕していたヘラジカの群れが現在では クラマス川の南側の公園地域でよく見られるようになった。多くの比較的小さな哺乳類は森林の高い樹幹の中に住んでいる。オオクビワコウモリなどの異なった種類のコウモリやダグラスリスやオオアメリカモモンガなどの小型哺乳類はそのほとんどが臨床よりもずっと高い場所で生活している。海岸沿いの崖や海色柱で主に見られるのは褐色ペリカンや 耳姫腕で、海岸や内陸部には、シギやカモメが生息している。内陸の淡水に依存する鳥類の一例としては、カワアイサ、ミサゴ、アカカタタカ、オオアオサギ、ステラアカケスなどが記録されている。この森林地帯には、少なくとも400種以上の鳥類が記録されている。爬虫類や両生類も公園内で見つけることができる。北西首輪ヘビ、北アカアシュガエル。 オートラフ参照をサメハダイモリなどがその中では最もよく見かける。現在、レッドウッド国立州立公園には200種以上の外来種が生息していることが知られている。そのうち30種が外来種として確認されており、またそのうち10種はその地域の在来種や生態系に対して脅威だと考えられている。外来種は、現在、公園内の植物全体の 約4分の1を占めている。県生林地域内の植物で外来種が占める割合は約1%に過ぎないが、ボールドヒルプレーリーのような地域では相対的に50%から75%が外来種である。また、外来植物の種類も様々で、西洋キズタ東欧ヤグルマギクドクニ毒人参などがある。東欧ヤグルマギクと毒人参は、 公園の管理システムによって維持されている優先度の高い監視対象リストに追加することが検討されている。海岸線のエリアカリフォルニア州北部沿岸地域はアメリカ合衆国の中で最も地震活動が活発である。公園内と太平洋の沖合の海底で頻繁に発生する小規模な地震は河川の移動、地滑り、海岸の断崖の崩壊を引き起こす原因となっている。 北アメリカプレートや太平洋プレート、ゴーダプレートはすべて公園の南西わずか100マイル先にあるメンドシーのトリプルジャンクションという地点で出会うことになる近くの構造プレートである。1990年代にはこの断層帯に沿ってマグニチュード6.0の地震が9回以上発生し、一人の死亡者と大規模な経済的損害をもたらしており、常に 大地震が発生する可能性がある。公園内の至るところにパンフレットや情報を掲示し、観光客に対して大地震が可能する危険性を十分周知している。津波の脅威性が特に懸念されており、海岸線を訪れる観光客には大きな地震が発生した場合すぐに高台に避難するように指示している。海岸線と沿岸の山脈地帯の両方が 公園の境界内には存在する。公園内の岩石の大部分は数百万年前に海底から隆起したフランシスコア・サンブラージュの一部である。これらの堆積岩は主に砂岩、シルト岩、デーバン岩、チャートであって、緑色岩などの変成岩の岩有量は少ない。大抵の地域でこれらの岩は侵食されやすく、海岸線あるいは河川や小川が、 小さな峡谷を切り開いた場所で見かけることができる。白亜紀の時代に形成されたこれらの岩石は、流起や終局の過程で高度に変形している。いくつかの地域では、河川の侵食作用が上流から公園内に運ばれてきた砂や泥、砂利などの河川堆積物を作り出した。レッドウッドクリークは、グローガン断層に沿っているので、クリークの西岸に沿って、変岩や、 その他の変成岩を見かけることができ、クリーク島岩にはフランシスコア・サンブラージュの堆積岩がある。夏は写真のように大抵霧がかかっていて、秋は主に火事が発生する時期である。レッドウッド国立州立公園は大西洋温帯雨林気候で、かつ夏は涼しいという地中海性気候の特徴を有している。レッドウッド国立州立公園の気候は、 太平洋の影響を大きく受ける。沿岸地域の気温は、一般的に1年を通して、下肢40から60度であるにもかかわらず、海岸からかなり離れた場所では夏は暑く乾燥し、冬は寒くなる。レッドウッドの木々はそのほとんどが、海岸から1から2マイルの場所に生えており、海岸から50マイル以上離れた場所には生えていない。このような気温でかつ、湿度の高い海岸地帯では、 樹木は冬季の大雨と夏季に頻繁に発生する霧の両方から水分を受け取る。降水量が多いということよりも夏に一貫して発生する霧の存在は実際のところ樹木にとってみれば総じて健全な生育にとって重要である。この事実は年間降水量の合計が年間25から122インチの間であることからもわかるが 降水量の少ない地域のレッドウッドの森林が健全であるのは常に存在する夏の霧と冷涼な気候が樹木の花肌しい水分要求を和らげているからである。1500フィート以上の山頂でさえ雪が降ることは珍しくこの北位の穏やかで温暖な特徴を示す良い例であるがそう入っても冬の間は雨混じりの小雪がよく見られる。のびの発生は 陸上の生態系においては、ごく自然なことである。多くの点で、自然はいろいろな方法で火事に適応しており、火事が発生しないことの方がかえって不都合な場合がある。伸びは枯死し,したり普及したりした植物や、樹木などの物体を除去し、土壌を肥沃にし、より健全な樹木が限られた栄養分の中で奪い合いしなくて、住むようにしてくれる。野焼きは、 現在、消防における管理計画の一部となっていて、外来種の植物を排除したり、より肥沃で自然な生態系を確保するのに役立っている。火事はまた、プレイリーの大草原を保護し、森林の侵食を防ぎ、ヘラジカやシカのための十分な放牧地を確保するためにも利用されている。また、多くが生息する森林地域では、多くが最終的に ダグラスもミにとって変わられ、生物学的多様性の低下を抑制する目的で、実施される野焼きの恩恵を受けている。レッドウッドの原生林体で野焼きを行うと、枯れたり腐ったりしている成分が減り、競合する草木が排除されるので、比較的大きいレッドウッドの木の腰率が減る。公園内においては、消防計画に従って、すべての火事、天候の様子、 燃焼物質の堆積を監視している。この堆積物は、建築物の近くや火事によって特に住民に危険が及ぶ場所からは撤去され、野焼きは、その他の場所で行われる。全米省庁合同火災センターは、大規模な火事が発生した場合、消防士の増援や装備品の補充を行う。プレーリークリークレッドウッド州立公園の ファーンキャニオンデマーティン・レッドウッド・ユース・ホステルという安価な公共施設があるが、現在は閉鎖されている。公園の境界内には、ホテルやモーテルは一切ない。ただし、近郊のカラマスやレグア、オーリツクなどには、小さなホテルや宿があり、公園の北端に位置するクレセントシティ地域の商業施設や南方にある、ある方というレカでは、数多くの宿泊施設を利用できる。 公園の位置はサンフランシスコの北約260マイルで、かつオレゴン州ポートランドの南300マイルのところにある。合衆国の国道第101号が公園の北から南へと通過している。シックスリバー国有林の一部となっているスミスリバー国立保養地は RNSP の北端に隣接している。オートキャンプ場は各州立公園内に存在する一方、 国立公園内には存在しないので、奥地のオートキャンプ場に戻る場合の唯一の方法は、ハイキングだけである。デルノトコーストレッドウッド州立公園のミルクリークキャンプエリアやジェデダイアスミス、レッドウッド州立公園のジェデディアスミスキャンプエリアの中には、こうしたキャンプ場が合わせて251カ所ある。プレイリークリークレッドウッド州立公園内のエルクプレイリー、 キャンプエリアには75カ所のキャンプ場、ゴールドブラフビーチのキャンプエリアには25カ所のキャンプ場がある。近くにある他の州立公園にもオートキャンプ場が用意されている。森林の奥地でキャンプを行えるのは許可された場合だけであり、レッドウッドクリーク沿いの砂利州を除いて指定された場所でしか認められていない。できるだけ多くの団体が森林を探索できるようにする一方、 過度な利用を防ぐために、奥地へのアクセスは厳しく規制されている。そのため、奥地でのキャンプは、連続して5泊、1年を通じて15泊以内に、制限されている。熊との遭遇を最小限に抑えるため、適切に食品を保管するよう厳重に指導している。また、ハイカーやバックパッカーは、自分でこしらえたゴミをすべて持ち帰らなくてはならない。馬に乗って、 レッドウッド国立公園に入る人たち公園内には約200マイルのハイキングコースが整備されているが、浮ッには一時的に歩道橋がいくつか撤去される。これは歩道橋が小川の激流によって壊れる恐れがあるためである。年間を通じて遊歩道は濡れていることが多く、ハイカーは雨天に備えて十分な準備をしなくてはいけない。遊歩道の状況については、 インフォメーションセンターで最新の情報を紹介することが必要である。乗馬やマウンテンバイク乗りは人気があるが限られた遊歩道でしか許可されていない。カヤック乗りは海岸沿いや様々な風や小川で人気があります。カヤック乗りやカヌー乗りはカリフォルニアに現存するダムでせき止められていない川のうちで最も長い川であるスミス川を頻繁に移動する。 ニジマスの一種でサーモン及びスチールヘッドという16インチを超える高級な素材性の魚を釣ることはスミス川とクラマス川では最高の楽しみである。こうした川や小川で魚を取るにはカリフォルニア州のスポーツフィッシングライセンスが必要である。狩猟は公園内では一切許可されていないが近隣の国有林内では認められている。 公園には3つのビジターセンターがあって、ガイド付きの自然散策や、総合的な案内を受けることが可能であり、さらに2カ所の案内施設も利用できる。各キャンプエリアでは、ガイド付きのツアーだけでなく、夏の期間には、キャンプファイヤーを囲んだ語らいを提供している。公園には、多数のピクニックエリアがあり、各エリアはすべて車で簡単に利用できる。2006年に、 世界遺産登録名が、レッドウッド国立公園から、レッドウッド国立州立公園に変更された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。スター・ウォーズ・エピソード6、ジェダイの帰還のエンドアの戦いのロケ地として使用された。ありがとうございます。